もチャーボくんゲームでございます。やっぱり2020動画やっていこうということで、今回はですねちょっと遅れちゃったんですけどね、こちらのアイコニックモーメントローマから登場の新王子トッティ面接をやっていきたいと思います。してたんですけど動画では出してなくてね、ただこの選手ねめちゃくちゃ強いんで、というかルンメニゲがやっぱかなり強いって言われてるんですけど、トッティもおかしいレベルで強いです。能力がねもうお化けすぎてね、とりあえずもう何でもできる。まとめると何でもできます。てかオフェンスセンスから決定力までがまずとんでもないですね。ピック力98、そうこれにねミドルシュートもうまくてですね、さらにフィジカルコンタクトもあるというね、これも強いですよね。体も強いんで、外国人の選手3、3からコンワン7、あとワンパワンシュー、ここ持っててね、ワンパもあるからね、トッティやばいでしょ、これ。ナンバー10なんですけど、センターフォアで起用してね、ナンバー10を打ち消しという形で、もう本当に得点をね、ガンガン狙っていこうかなと、アイコニックモーメント、ローマから登場、トッティ名人をね、やっていきたいと思います。いきましょう。さあ、新王子、トッティいきましょう、アイコニックモーメント、いこう。OK、好調で。他の選手のところまだ絶好調、全体的に調子いい。バランがベンジャキ部長で、あとは OK ね。トッティの本当にバランス力ですね、何でもできちゃうんで、そこを本当に全力で生かしていきたい。メッシ、ラッシュフォード、ドンナルマキーパーで、あー FP 鑑定は硬いですね、よろしくお願いします。さあ行こう、トッティ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 ということでね、サワイで道具が中央捨て目かな。いやーこれねうまい、トッティ抜け出し、うわー出てくるか。さあトッティループ、いやートッティナイス。コントロールループ取っていきましたね、新王子黄金ループ。いやー今のは多分キーパーもね多分意表をつかれたというかね、いやそっちみたいな。ワンパ、このねトッティのワンパス好きっすね。そしてイニエスタが粘って、ここのトッティワンパ、おしゃれなトッティでいきたい。おしゃれなトッティでいきたい。ビエラ強い、わーいいねフィネス、神、うっそ、なんかすごいことなってる。トッティよーし、オッケーオッケーオッケー、ナイッシュ。いやーできればね最初のところのトッティで決めたかったけどね、ナイス2得点トッティね。マジで細かいところねガンガンいけて、やっぱワンシューのところもあるんでね、しっかりとそこもいけますし、トッティの黄金ループ気持ちよかったね。ダブルタッチ、いやーまた抜け、いやーまた抜け、いやーまた抜け、キックフェイントからトッティ、いやードリーね、これ立ってきた、うわーこの位置はまずいぞ、これもうマヌラスを必殺のここに置きましょう。うわーもうマヌラスのゴールみたいだった。うわーもうマヌラスのゴールみたいだった。いやーフリーキックうましですね今のは。いける、トッティ、いやーナイスナイス、オッケードリブル炸裂、うん、いやーナイスナイス、オッケードリブル炸裂、いやーいいね、あの辺の細かいところいけるのが新王子トッティ、やっぱね、いろんなゴールが生まれましたねトッティ。いやこのループ気持ちいいですね、トッティのペナ内で。ここねキーパーも多分意表をつかれてると思うんでね、そうここでね多分ニアに蹴るかみたいなところでのループだったんでね、そうゴールキーパーもねしっかり打たれると、まだまだやっていきたいと思います。試合ね次の試合目いきましょう、レディゴー、まだまだいこう、トッティ新王子アイコニックモーメントローマ、何でもできる、よし、あーね今最高、わルンメニゲ絶、これルンメニゲいこうかな、ルンメニゲ絶好調、ナビゲーター絶好調なんで、ただね迷うね、いやナビゲーターいこう、ナビゲーターから右に、ここは CB バランでいきます。
よし、あとはいいかな。行きましょう。さあ、お、100ベッカマイクにもできている。ロナウド、ネイマール、メッシね。よろしくお願いします。よし、ということで、ゲームでいきましょう。目指せ、ハットトリックですね、この試合も。フィネス。そう。で、ここで運んでいく。トッティならいける。うわー、惜しい。ここはフィジカル生かして。いや、やばやーべえハトッティも。ここはフィジカル生かして。いや、やべやーべえハトッティも。これが新王子か。アイコニックモメント、さすがすぎる。もう言うことないっすね、今のは。さあ、これワンチャン取って勝てないかな。ピケか、厳しい。勝っていくスタイル。よいしょー、取ってぜー。よいしょー、取ってぜー。いやー、使用感がちょっとおかしいな。なんか今までいろんな人使ったけど、そう、もちろんネイマールとかね、メッシとかドリブルがうまいったりシュートがうまいとか、ただトッティはなんかまた一個特殊な感じがするね、なんか。いやー、これ終了か。 OK、 2-0、 ナイス、トッティ。しゃー、ということでトッティハットトリックいきましょう。後半も決めればハットなんでね。ムバッペはあかん。ムバッペ、いやー、これがあるんだよな、ムバッペは。キーパー出よう、もう。いやー、やられたー。ムバッペはね、あれがあるからね。ムバッペはさ、ムバッペ、いやー、これがあるんだよな、ムバッペは。いや、やられましたね。ムバッペはちょっとあれがあるんで注意していかなきゃいけないという。いやー、ちょっと真上行ってたか今。後半な、ちょっとお相手ペースですね。ていうか、まあ後半そんなに何もできてない。うわ、惜しい。ドリ悪くないんだけどな。ラッキー。いや、エグすぎでしょ。うー、シュートが入らない。ここのトッティバーストで中行って、もう一個バーストあるあるある。で、パス&ゴーをここでも出してあげる。いやー、くそ。いやー、これはちょっと悔しいですね、後半で。ただまあ2得点ね。後半点取れなかったのは悔しいけど、トッティがもう この辺やばいですね、マジで。前半のところで正直もう後半分の得点も取ったみたいなね、質の良さが良かったね。まあ、これもドリブルとフィジが生きた感じで、ここの2枚抜き熱かったね。これキックフェイントなかなかね、ここ突破できる選手いないからね。もう1試合ラストね、3試合目取っていこうかな。やっぱハットで終わりたいというかね、得点か入れたいんで、もうちょっと後半決めたのが悔しいんでね、もう1試合いきましょう。トッティレディゴー。ラストトッティいきましょう。ということで、ローマアイコニックモーメント、おお、メッシと共に絶好調、最高の形を作って、アラン絶好調、これアラン行こう。で、ロバートソン絶好調、いいですね、調子がいい感じですよ。オブラクも絶好調で、まあ、無失点かつですね、3得点いきたい。さあ、お相手がエイブラハムかな。で、ジェッコで、あー、クラフ飛び出しね、収めながらクラフ飛び出して、ロマイコニコメントのプジョルに、ベアム、セーブしてます。しゃあ、行こう。トッティのフィネスをね、まあ、ちょっと早めに入れてあげるみたいなのがやっぱ強いと思うんでね。お、裏開いた。裏開いた。トッティ、トッティー、裏行かれる。お、裏開いた。裏開いた。トッティ、トッティー、裏行かれる。これが CF トッティ。まあ、いろんな動きありますね。なんか本当に1試合目からもういろんなゴール奪ってない。裏抜け、ドリブル、ちょっとね、ループ系に、まあ、たくさんね、多彩なシュートバリエーションがある。まあ、なら 3K で、ここで足元1回入れてあげて、ここからどっかルベニスっていうかディフェンスが来るはずなんですよね。いや、これができるぞって、いきなり加速っていうかディフェンスが来るはずなんですよね。いや、これができ
ルゾンビゲー加速。フィネスからの超加速来ましたね。いやーいいね。やっぱトッティのフィネス強いんだよな。いろんなことできちゃう、本当に。うまい。うわー、裏取られた。ジェッコを止めれない。くそーい。うまい。うわー、裏取られた。ジェッコを止めれない。くそーい。きたー。今のね、完全に裏取られましたね。いやー、せっかく無失点で行きたかったな。もったいない気もするけど、まあまあこういうこともあるでしょう。トッティがちょっと下がり目で受けてくれる。いや、この超加速やばくない？トッティのフィネスバーストだったりね、フィネスの普通にドリブル入れたりがとんでもなく強いですね。くー、2-1かな。オッケー、前半2-1、ナイストッティ。じゃあトッティハットをもうちょっと後半の序盤で取りたいですね。いやー、チャロフ早い。サンキュー、キミヒ。うわー、めっちゃいい動きしてる。めっちゃいい動きしてるんだけど。キミヨ。いや、神のような動き出しをしてやるよ、トッティー。うわー、めっちゃいい動きしてる。めっちゃいい動きしてるんだけど。ハットトリック達成ということで、ナイス、トッティ。いやー、いいですね。やっぱ動く、まあ、センターオーダーのところで動きがねたくさんあるっていうのは本当に強いね。いや、こっから行こうかな。いや、さすがに無理か。とってフィジカル強いからね。いや、強っ。いやー、惜しいな。なんかいる。お、ある。トッティー帰ってきたー。これはラッキー。いやー、最後ね、ドリブルから決めたかったけどね。そう、ただまあトッティがもうあれはしっかりねドリブってくれたね。4-1、ナイス、トッティー。シュートパターンが多彩というか、いろんなパターンで点取れる選手なんで、相手ディフェンスとかもね、やっぱどう来るかね、うん、難しい。でも対応がね、そう、そこをつけるね、アイコニックも取ったね、いろんな選手を使って試合の方をやっていくんでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。で、ローマのね、バティスタでね、中田英投手またやっていくんで、お待ちください。で、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。最後ね、トッティの左足ズドンでね、お別れしたいと思います。また会いましょう。さよなら。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレーポー!